ヨームヨームは株式会社新庁舎が発行する小説誌。2006年12月7日に総刊号が発行された。総刊編集長は木村由香。1.35.79.11月の第3金曜日に発売されている。2009年まで年4回発行の期間誌。2010年2月発行のボリューム14日より年5回発行。 2012年5月発行のボリューム24より、再び帰還。2017年5月発行のボリューム44より、毎期数月の刊行となった。創刊からボリューム23まで、表紙イラストは100%オレンジが担当、新潮文庫のマスコットである、ヨンダくんが表紙を飾る。2012年5月発行のボリューム24からは、漫画家の今日、 マチコのイラストが表紙を飾る。2015年5月発行のボリューム36からは、漫画家の大シミ修造のイラストが表紙を飾る。氏名の、ヨームヨームは、読むから来ており、読むことが好きな人々に向けた、読む楽しみをもっと広げるための雑誌である。じっくり読む読むパラパラ読む読む晴れの日も雨の日も、楽しく、読む読むが、キーワードとなっている。 ボリューム1からボリューム5まではすべて増札されており、累計で37万4千部を発行している。2008年2月発行のボリューム6は、初冊7万8千部、発売初日に2万2千部の増札が決まり、合計10万部に達した。連載後、新潮社より単行本化されるほか、新潮文庫や新潮文庫ネックスに収められるケースも、ある。 2007年9月のボリューム4では、体調不良で長らく執筆活動を退いていた、山本文夫の5年ぶりの小説が掲載された。2008年2月のボリューム6では、小野冬美が6年半ぶりに、12国旗の新作を書き下ろしたことで、より注目を集め、初版7万8000部という過去最高の初版発行部数を記録した。2014年1月までは、 新潮文庫の売上増進企画、読んだクラブとも連動しており、ここでも、ブドウのマークが、入手可能であった。2013年1月21日、小説新潮と、ヨウムヨウムの姉妹版として位置づけられる、会員制のデジタル雑誌、ヨウマイムポケットが創刊された。2014年12月25日に、会員サイトは終了したが、連載は、 ローラのウェブサイト内で継続されている。2017年2月1日発売の43号をもって、紙の雑誌としての刊行は終了し、翌44号からは、電子版に移行した。文芸誌としての位置づけは引き続き保持している。さらに、2021年3月発売の67号以降は、ウェブマガジンになることが発表された。中、構成は号によって異なる。 abc、ヨームヨームボリューム43新潮社、文芸誌、ヨームヨーム表紙が今日、マチコのイラストに引くエキサイトニュース表紙が新しく、なりました。ヨームヨームだより、ヨームヨーム新潮社一気に4誌も創刊された。今、ニューウェーブ文芸誌が熱い。日経トレンディネット新潮社、デジタル雑誌、ヨーマイムポケットを、pc スマホ向けに創刊。月内は、完全無料。 トップページ、ヨーマエムポケットハット、文芸誌、ヨームヨーム電子版スタートで、おしみ修造が、表紙、ジゴふみふみ子新連載。コミックナタリー。http コロンスラッシュスラッシュナタリーミ i l スラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ2333762017年5月20日閲覧。編集長から。 https://www.shinchosha.co.jp/.yomyom/. ありがとうございます。